さあ、いっぱいキープできるか横綱照ノ富士。小結びの琴ノ若さんです。立ち合いから前に圧力、もろ差しの形は琴ノ若、まわしを掴んだか。さあ、ここからどうだ。照ノ富士前に出る、カイナを決めに行くか。ぐっと前に出たのは琴ノ若、琴ノ若出る。しかしまだ粘ります照ノ富士。ここはなんとか防いだというところ、まさに四つで組む形。さあ、圧力でいけるか琴ノ若。琴ノ若もう一枚上手取りたいですね、がっちりとね。一枚回しなんでね、伸びてますから。だんだんと照ノ富士の形になってきましたね。がっつり四つの形にはなっていますが、さあここから。昨日は明生に敗れたという照ノ富士、逆に琴ノ若もここで一気に勢いをつけたい。さあどうだ、前に出てくる。うわー、最後は寄り切られたか、照ノ富士の勝ち。25歳、これからの角界を背負っていくだろうという琴ノ若、あと一歩のところまで来たんですが、やはり照ノ富士強かった。1敗をキープです。まさに親方がおっしゃっていたような力で圧倒できるかなという、力というかね、はい、圧力ですよね。圧力、相手をこう持っていく出足というかね、やはり最終的に上手を引かれたことがね、琴ノ若にとっては攻めきれなかったですよね、これはいい相撲でしたね。やはりもう横綱、さすが横綱といったようなね、しっかり受け止めて、ここうまくもろ差しになってね、琴ノ若は攻めたかったんですけども、はい、うまく差しましたよね。右上手をね、ここで照ノ富士は引いてましたから、あ、取って、なるほどなるほど、ここです、巻き替えですよね。で、巻き替えた瞬間に琴ノ若もチャンスと思ってね、これ定石通り前に出たんですけども、だんだんとこっからこの横綱ですよね、この自分の形にじわじわなってから寄っていくといったね、相当この照ノ富士はこの、膝の怪我によってですね、上半身の力も相当鍛えたと思うんですよ、そうなんですね、ですからこの今場所も決め出しなんかはね、何番かありましたよね、上半身でガッという、相撲というのはもう当然下半身が重要なんですけども、このさらにこの上半身の力がね、パワーアップしましたね、照ノ富士は。照ノ富士勝って9勝1敗、明日は豊昇龍戦。琴ノ若はいい相撲をしたんですが敗れまして4勝6敗、明日は翠富士戦です。